受け、うちわ受けモノマネ大賞。2年ぶりの開催となるメンバーにしか伝わらないうちわネタの祭典。卒業控える王者和田を脅かす新たなモノマネ女王は生まれるのか。今夜はこちらの4人からモノマネの宴スタート。まずはこの方どうぞ。世界で一番アップルウォッチの通知が気になる斉藤飛鳥。何それ。振り付け確認用の VTR 撮ります。アップルウォッチつけてますね。見てんね。ちょっと待って、ちょっと見てる。見てる、見てる、すげー見てる。すっげー見てる。いや、もう見た。見た、完全に見た。すげー見てるじゃん。完全に見てた。こういうところも見てるんだね。そうね、見れるときついつい見ちゃうんだ。見ちゃう。さあ、続いていきましょう。どうぞ。小川を可愛がりすぎてムツゴロウさんになる一ノ瀬ミク。おはよう。おはよう、おはよう。今日も可愛いね。いいにゃ。今日ね、朝一人で起きられたの。すごいじゃん。いや、偉いよ。可愛いね、今日。あとね、今日の朝トマト3つも食べちゃった。3つも食べたの。いや、すごいじゃん。偉いよ。可愛い。もうぐちゃぐちゃだ。いいですね。可愛くてしょうがないんだろう。でもトマト3つ食べちゃった。トマト3つって結構すごいよね。でっかいやつ3つだったら相当すごい。トマト3つって本当は動物だよね、本当に。それはすごいよね。さあさあ、続いていきましょう、はい、続いての方どうぞ。歌の決め部分で頭が揺れ、ビートたけしが憑依してくる菅原さつき。嘘。そうね。今のってこと。プルプルするやつ。そう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 。今の。これ。いや、最後。最後はあれだけど。最後。途中途中のプルプルもそうなの。全体的にってこと？面白いけど。面白いね。さあ、続いての方どうぞ。一人だけ違う時間軸で生きている北川悠理。北川そうだ。踊り中に？確かに。ねえ。面白い。こんなに違うの？面白いね。踊りでどうやってと思ったら一人だけみんな違うのにずっと。一人だけたっぷりやるんだ。わかります。あ、これわかるんだ。まず和田くん、何、アスカちゃんアップルウォッチ、もうずっとアップルウォッチ見てて、ねえアスカとか言ってもあーっていう、なんかもう本当は話聞いてくれないから。アスカちゃん、はい、真似されましたけど、これはちょっと自覚あります。あるそう。なんかすごい良くなるじゃないですか、アップルウォッチって。まあなんか連絡が来たら、ね、通知がね、連絡以外も深呼吸しましょうみたいなのがすごい来るのが気になっちゃって。アスカちゃん、それアップルウォッチ外すっていう案はないの？そうそう、ないです。ないのね。くっついてんですよ、腕にも。ずっと腕にずっとついてくっついちゃってるから。さあ、この上ね、一ノ瀬あんな感じなの。でもっとひどいかもしれない。もっとひどい。もうこんなになっちゃう。顔がもう見えないんです、本当に。どっちが前か後ろか分かんない。また出た、また出た。もうぐちゃぐちゃすんの、一ノ瀬。いや、もう可愛すぎて、あと匂いが好きなので。じゃあ何、匂い嗅いでんの、あの時は。嗅いでますね、首絞めながら。怖いわ。一ノ瀬ってちょっと前ぐらいから怖いよね。はい、完全に怖い。急に怖くなりました。急に怖いよね。はい、あの日村さんだけが気になってたんだけど、はい、小川が今日トマト3つ食べたっていうのはでっかいやつなのかっていうのが気になってた。あれはちょっと教えて。でっかいやつです。でっかいやつ、マジで。それ動物だよ、もう本当に。そうなんだ。丸かじりで。丸かじりで。そして岡本、はい、これって途中のプルプルするのも入ってると。はい、もう やりますよね。あ、
これみんなうなずいてるってことは自覚はありますね。さっきやってたところは振りを教えていただいた段階でずっと揺れてて、うん、でそれがツアー中で井上とあと川崎さくらに伝染しちゃってなんかみんな3人ブルブルって揺れる振りなのかなって勘違いしちゃってああなるほどそっかここはこう揺れるんだっけと思ったもうもはや揺れてないと正解になんないみたいななんだろうね癖なのかな、うんでも本当ビブラートつけるために、うん、あのなんかこ こうやるんですよあやるんですよちょっとだけタキスさんっぽいのねだからね確かにそのビブラートってのもあじゃないこれでも言われるんだじゃあ押さえてって結構言われますねもう30回ぐらいは言われてる気がします直せよじゃあもう直してくれそして林、はい、林のやつこれどうやんのかなと思ったら面白いこれ面白かった本当ですかいや、うんわかりますよね見てる方わかりますよねみんなわかんだいつも下ろすのも早く下ろして行ってほしいんですよおっとりしてるってこと行ってくれないからなんかあっってなったりとか乗った時ぶつかりますよねぶつかるってのは本当に移動の時にぶつかんのこうすごい顔を残しながら行くから私が出てこれない出てこれない出てこれなくてでもめっちゃ気持ちよさそうに顔の音を感じてるから言えない言えないもうダッシュしてるつもりでしたなんか私が出ないと、うん、あのアヤティさんも移動できないんですよああだからもうあの他よりもここだけは走らなきゃって思ってるんですよオッケーはいオッケーですなるほどいやよかったですねいいねいいですね結構動きもなかなか意外と分かるなんかやられるとあなんかそういうのとかね動きうまいね いいじゃないですかニュースターの誕生を予感させる今回続いてはこちらの3人がエントリーさあさあ続いてのブロック参りましょうどうぞ耳の穴を見ると謎の癖が我慢できなくなる井上凪何それあーそうだよな怖いわ怖すぎるってだよこれ怖えよ耳の穴に指突っ込むんだあんなことすんのでも選ぶだろうね耳の穴はね一応やっぱねまあそうですね耳毛が飛び出てるおじさんとかのやつにも入れないいかないだろうねはい、はい、続いてどうぞメイクがガサツすぎる柿はるかおう、そんな感じガサツだなあこんなことすんだ、うん、早いね今日も頭長いなそんなこと言うのあんなこと言うんだあんなこと言うのかへえ面白いな、ね、これはもうメンバーじゃなきゃ分かんない、ね、あさあ続いてどうぞ、うん、後輩へのツッコミが昭和な鈴木彩音おお疲れ様です彩音さん今日お疲れすごいもう今日も美しいですね本当もう彫刻刀みたいもうゆめきちゃんおいあ面白いだやりそうな気がするななるほどさあ、一ノ瀬やりました、はい、井上多分耳の縁で好きな耳と嫌いな耳があるっぽくてなるほど好きな耳の人には無言でほじくってくるんですよローリングしてくる、はい、井上耳の穴じゃなくて耳の耳珠って言うんですけどこれここ分かりますあはいはいはいあここはこれが好きでこれを触りたいのコリコリってしたくなってあだからちょっとこうやっちゃうみたいになるわけだなるほどでその好きな耳ってのは何なのアヤの耳がめっちゃ好きなんですよおなんかおサヤエンドウみたいな耳小川の耳サヤエンドウみたいなということでサヤエンドウ小川の耳をチェックちょっと耳見してかわいいあ
なんかあのプクっていうのがさ、あれじゃない、豆の外から見たみたい。ここもサエンドみたいなんですよ。え、どうやって触んの？ちょっとそうだね、ちょっと見たい。プクっていける？いいね。なんだこの映像。なかなかすごい映像だね、今のね。なかなかな映像になりましたよ。さあ続いて柴田。はい。出た。カッキーは本当にガサツで、メイク終わった段階で全部出てるんですよ。とかもう荷物も全部枠から出して、机の上は絶対に散らかってたりとか。なるほど。なんかカッキーちゃんとしてそうなのね、そういうの。でもメイクもあんな感じでバーッ。そのシェーディングもなんかあの仰いでるみたいな、ずっとこうやってやってるし。なるほど。やり方を教わったわけ、そう、誰かにシャーってやるって。なんかシェーディング入れる時って。顔ちっちゃくなれよって思いながらやってるんですよ。ああああ、もうなれよなれよって優しくっていうかもううんって。なるほど。削ってます顔。削ってる、そういうことなのね。さあそしてクロミ、これすごいね。これ面白かったね。鈴木のツッコミね。はい、ああいうの見たことあるわけ。あのやられたこともあります。やられたことある。なんかちゃんとこう、ちゃんとこうやるとね。本当は肩とかをこうドーンってやりたいんですけど、うん、まあ、セクハラの問題がありますから。いや大丈夫でしょ。なんかボケるとやってくれるわけ。え、やります、やります。杉村さん、やられたいの？やられたい。ちょっとね、なんか、あやねさんがちょっと気に食わない言葉だと。ちょっと今、ちょっとごめんな、今、日村さんが今ボケのもう助走に入ったところ。力作揃いのモノマネ大会、続いてのエントリーはこちらの4人。さあ、それじゃあ行きましょう。続いてのブロックです、どうぞ。普段の北川ゆり。シンプル。普段のシンプルだね。こんにちは、北川ゆりです。あ、似てる。趣味は空を見ること。最近できるようになった早口言葉です。似てるね。青巻紙、赤巻紙、おっせえな、しまき紙、おっせえ、言えました。ありがとうございました。似てる。あ、うまいね。めっちゃ似てる、これうまい。さあ続いていきましょう。続いての方どうぞ。語尾がおかしい久保の挨拶。語尾。あ、おはよう。あ、おはようございます。真夏さん、今日もよろしくお願いします。あ、そういえばね、久保にお土産買ってきたの。嬉しい、ありがとうございます。マジか、これなんでナスっつってんの。完全ナスが言えないんだ。ナスって言って全部ナス。あ、うんうんっつってる人もいるし。そう。さあ行きましょう。続いての方どうぞ。野球の話の時だけ異常に声がでかい久保しおり。あ、しおり、おはよう。おはよう。昨日ラジオだったんでしょ、ちゃんと寝れた？いや、本当にさ、昨日なんかすごい遅くて、しおり、なんかめっちゃ疲れちゃう。茂木選手一軍復帰だって。そうなの。二軍で打率上がってて最近成績良かったからね。逆にちっちゃすぎない、あんな。はい、最初が中森明菜さんだから、ね、本当だよ。じゃあ続いていきましょう、はい、どうぞ。振りを間違えると低周波治療器をつけられたみたいになる遠藤さくら。やばい、やばいな、これ。なんのかね。うわ、すごいな、これ。あ、低周波つけてる。なんか、なんか線が、いやいや、流してはいないんだろうけど、線みたいなのつけてる。あ、そうなの。低周波つけてる。ああなってから戻るの難しい。結構すごいよね、これ。やばい、間違えたっていうのが、ああなっちゃうってこと。こう、あーってなるんだ。さあ、松尾。はい。ね、うまいね。普段の北川自体。あ、こんにちは。でも、私がゆりちゃんの声を真似し始めたのが3年半ぐらい前で。結構やってらっしゃる。そう。で、結構アップデートされていて、声を。ああ、そうなの。声量だったり。ああ。なので、最近はちょっと真似するときは、ボイスを取らせるから、あの、それで練習してきてくださいって。じゃないと、ボーニングも。
あげないと商品もらえないんだ。全然今のままでも似てるから大丈夫。ありがとうございます。さあ続いて梅久保が何語尾がこんなナス。あの今は治っちゃったんですけど1年前ぐらいまでありがとうございます、よろしくお願いしますって、もう本当に初めて聞いた時耳を疑って。1年ぐらい前はナスすごかった。そうなんですよ。で私これドッキリされてるんだと思って、長期的なドッキリされてると思って、語尾を変えるみたいな、はい、でも出会った時はマスだったんですよ。だからいつからかナスになって、私が言ったんですよ。それで言っちゃって そっから直したつもりはないんですけど、梅に真顔で3ヶ月ぐらい私にドッキリしてたって言われて、本当にそれで気づいたんですけど、うん、これ他の人でナスって分かる人いんの？共有してました梅と、うん、言ったよねみたいな。久保って今もナスって言ってるよね。じゃあいるんだよ。そうなんです。いつかそのモノマネやろうと思って1年間貯めておいてメモってたのを振り出してきたんですよ、ね、なるほどね、はい、うちわだねこんなの本当すごいね。あとまた次も久保だったね伊藤。そういやまず久保ちゃんは朝とかテンションが低い時とか聞こえないくらい声が小さい。なるほど。あんなちっちゃい。でも何回もこう聞き返すのが悪いので結構聞き流して適当に返事をしちゃって、ごめんなさい。何言ってるか本当は分かんないんだ。なんですけど、こう葉月とかが野球の話を振ると急にテンションがバーンと上がって、でもう目がめっちゃ見開くんですよ。なんか目玉焼きみたいになるんですよ。目玉焼き本当にあんまり低いっていうつもりがなくて、朝やばいぐらい低かったよね。でも3期生が私の話を聞いたふりするのを気づいてたんですよ。聞いたふりしてテンションが高い時もあまたやってらみたいな感じで受け流されてるなっていうのを気づいてたんですけど自分のせいなんだって。それでも聞こえてなかったんだ。聞こえてないんだ。聞こえてないっていうのは、ね、だったんですよ。そうよ。だからここにマイクがあると思ってるからじゃない。あラジオのそういうことね。ラジオだったらほらちっちゃい声喋ったってさ全然そうか。オールナイトニッポンの流れで来ちゃうと、うん、だからかもしれない。だからだ、うん、気をつけます。なるほど。でどうもご視聴です。いやそんなんじゃないから。でででで。さあ今日もね一曲目全然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 お願いします。ナス。いやそれリスナーもなんでナスだけ聞こえたの。ナスだけ言ったらいいの。さあ続いて佐藤海で。はい。これなんかつけてたろ。これちゃんとつけて電気も流れてる。えマジで。なんで電気流すの。あのタイミングで流してたの。流してくれてました。私人生初ビリビリ。なんでやるんだよ。別にやんなくていいじゃん。ここでやるやつではない。なんかわざとこうやってるんじゃなくてあれマジで来てるからなった。本当に来てて。あそうなってます。あすごいモノマネだな。なんちゅうモノマネ。本当に自分を痛めつけなくていいの。そこまでやんなくていいんじゃないかな。でもこれ本当なんですよ。あそう。あのこれ全然リハ中とかじゃなくて本番なんです、うん、でなんか普通だったらちょっとなんか間違えてないふりしたりするんですけど、さくちゃんはもうそのまんま間違えたみたいになっちゃって、それがでも可愛くって、うん、だから間違えたのが出ちゃうんだね。あやばいやばいって、うん、そういうことね。あでもなんか言われてみれば、うん、なんかびっくりした時とか、うん、それこそ間違えちゃった時とか、うん、やってしまったみたいに、あそういうことなんか力が入っちゃうっていうのはあるかもしれない、うん、そういうことよ、うん、低周波治療器今も流せんのこれ。結構マックスだと思う。やだやだやだ。え今ちょっとピッと押して。あー来てる。なんでそれをやるの。そんなのやんなくたってできんじゃん。本当にそれやっぱリアルを再現するために。いやリアルはリアルそれやってないんだよ。この後モノマネ新世代が躍動。まだまだあります。新ネタ大放出。続いては5人がエントリー。さあ続いてのブロックいきましょう。最初の方どうぞ。返事が適当すぎる中西アルノ。あーお腹空いたな。あれ朝ごはん食べてきた。いいな。そっか今日の弁当何かな。アル今何の気分。牛肉いいな。豚肉いいな。鶏肉何いいな。いいな。じゃあトカゲ。ゼだよそれ。イナとゼで答える。イナかゼ。最初分かんなかった。イナってなんだろうと思った。いきましょう。続いての方どうぞ、うん、分類が全てイケメンな富里奈央、うん、疲れたね。大丈夫、うん、ありがとう。荷物持つよ。えありがとう。寒いそんなことしてくれる、ね、ほらよ
ほらよ。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 あ、意外だな、これちょっと。ね、男前なんだと思うけど、ね。いいじゃんね。いきましょう、続いての方、どうぞ。ついついバレエが出ちゃう、岡本ひな。あ、なるほどね。あ、お腹すいた。ついついじゃねえよ。ずっと出てんじゃねえよ。本当にお菓子あるよ。面白い。ひな取ってくる。すごいな、うん、あんな出ちゃう。はい、ありがとう、やった。そろそろ練習再開します。はい、はい。あ、最初の立ってるので面白い、ね、面白い、ね、春日っぽい感じのね、このね、胸張ってこう。でもなんかバレエの人そうだね。ね、じゃあ続いての方どうぞ。すべてを広島か犬で例える和田真彩。はぁ、よいしょ、お疲れ。あ、お疲れ。真彩、こっから4時間空きだって。え、4時間、うん、4時間あったら広島帰れんじゃん。あ、くだらね。そうだ、こないだ私自転車買ったんだけど、うん、めっちゃ重くって束ね14キロぐらいあるわ。え、ボーダーコリー1匹分じゃん。あ、そうなんだ。いるよね、全部なんかそういうので、ね、あ、野球に例える人とか ね、 ね。さあ、ここは5期が多かったですけどね。まず小川、はい、中西が適当な返事するんだ。はい、なんでそんな返事するの。そのゼイナっていう前から基本的に省エネでずっと、あ、で、そういうこと。ゼイナってこうマイブームで言ってた時期があります。あった。もうじゃあ今はあんま言ってないの。卒業しました。あ、もうそういうところね。よね。うん、なんか変なんだ。そのエピソード1個聞いても分かる。変だよ。そう、いろんなところが。続いて富里とイケメンなんだ、あんな。はい、多分もう5期生はみんな分かると思います。こう例えば車からこう出ようとした時にガサッと。マジで。あの、サッと頭を。まあ、でも結構過剰なところがあって、何にもない道路で歩いてるだけなのに、足元気をつけてね、ちゃんと前見てねって。あ、そうなんだ。あ、そう。悪意のあるモノマネもあるけど、こういうのもあんだね。こういうのもあるの ね。いいモノマネはやってて気持ちがいいです、うん。さあ、そして池田、はい、あれもう立ってるだけで面白いね。面白いね。あの、バレエの人の特有のあれだよね。そうですね。あれやってたの。4歳から11歳まで7年やってました。やってた。やっぱちょっとなんか動きがぽかったもん。全然違ったね。バレエって足に番号があって、ああ、いつも岡本ひな2番の足。2番。これ2番なんだ。2って春日なんだな。じゃあ2は春日だよ。春日が2なんだ。春日2なんだ。だって2でやってこう指こうやってみ。しかもこれ春日なんだよ。いや、すごいな春日。やっぱ2番なんだ春日って。さあ、そしてここは合気ブロックかなと思いきや出てきたね、秋元が。はい、お邪魔しました。いつも真似される和田を真似したってことですね。そうですね、これ実はあの樋口ひなちゃんから預かってきたモノマネで。あ、そうなんだ。はい、和田やられましたね。いや、でも本当に言われてみればめちゃめちゃ言っていて、犬とかも好きだから大体そういうのが分かるわけ。なんかこの前もひなちゃんに、うん、あ、もう11周年だねみたいなこと言われて、あ、ゴールデンレトリバーの寿命だねみたいな。これが王者の真骨頂。さあ、続いていきましょう、どうぞ。みんなを盛り上げたすぎてもはや何を言っているかわからない振付師さん。また振付師さん。じゃあ最後のダンスシーンです、よろしくお願いします。レッツゴー。気づいてよ、よよよよよよ、またうちわですけど、これみんな知ってる人。私はこれも全く誇張してなくて、もっとすごいんですけど。あ、そうなんだ。あ、でも盛り上げようと思ったやって言ってくれるわけ。いや、いいですよね。
ドスコイドスコイドスコイって言うドスコイドスコイの時どうすればいいんだよね。もう絶対に笑っちゃダメで真剣にこうみんなで前に向かって歩くシーンとか撮ったんですよ、火とか後ろ出してて、うん、でもその時にドスコイ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 ってなんでドスコイ どういう状態になればいいんだよこっちは。こうやっちゃうよね、ドスコイドスコイドスコイやっちゃうんだよ。あ、そう。さあ、それでは本日の商品紹介やっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、おはようございます。やってんな、やってんな、これはこれはやばい。ここにはないものの封入特典が決定。アンダーライブ一般販売が26日開始即席チャンネル登録の歌だそうです。カットむせ乃木坂のチャンネル登録してくれよ、ピーンホームラン、チャンネル登録してね